数々の名勝負が行われたこのスタジアムで、今日はどんなドラマが生まれるんでしょうか。熱戦の模様を EATV でご覧ください。今日のスタジアムはサッカーにはもってこいの天気に恵まれました。実況は私西岡明彦、解説席にはサッカー解説者としてご活躍されている国西隆さんをお迎えしました。キックオフを迎えようとしているこのリーグ戦、ジュニアーズがクルーアレクサンドラを迎え撃ちます。はい、よろしくお願いします。ここもなかなかいいカードになりましたね。いい試合を期待しています。今日のホームチームですが、得点力不足に悩まされ、ここまでのゴール数はリーグ最下位の数字です。ホーム戦なのでサポーターの期待に応えたいところでしょうが、チームの得点力不足はかなり深刻ですね。守る時間が増えると思いますが、少ないチャンスをどう生かすかが勝利への鍵でしょう。こちらがジュニアーズの先発メンバーです。一般的な 4-3-3 ですね。ウイングの活用が鍵になります。アウェーチームの先発です。福西さん、 5-3-2 のフォーメーションでしょうか。はい、5バックで守備重視の形です。ボールをカウンターで奪ってからうまく攻撃を仕掛けたいですね。前半のキックオフです。タックルでプレーを切りました。スローインです。ロング、こぼれます。先に反応するのはどっちだ。絶好のチャンス。ポゼッションは相手チームに。味方がサポートに来ます。今のところどちらのチームも中盤での組み立てができず、ボールを失うシーンが続いています。これはキーパーがセーブしました。いいタックルです。ボールがこぼれている。いいボールが出ました。これはオフサイドのようです。タイミングはバッチリに見えたんですけどね。わずかに動き出しが早かったようです。コノリ抜いた。周りを確認したい。さてどうする。ゴール、ゴール決まった。先制ゴール。見事なカウンターからゴールが生まれました。
積極的な仕掛けが功を奏しましたね。個人の力でゴールへと結びつけました。これで1点リードですから、監督も少し安心したんじゃないでしょうか。ドリブル、パス、選択肢は一つだけではありません。決まるか。これはキーパーのナイスセーブ。プレッシャーを受けながらもボールを離しませんでした。ジュニアーズがサイドから攻撃、スペースがあります。これは狙います。これはナイスタックル。危機を脱しました。さあ相手陣内に攻め込んでいきます。ここからどう仕掛けていくか。ところに出します。クロスがゴール前。このボールはキーパーがキャッチ、目の前に飛んでしまいましたね。相手のパスをカット。ボールが足につきません。ルーズボールだ。決定的なパス。サイドを一気に攻め上がっていきます。高いパスを出してきました。味方が走り込んでいます。シュート。いいボレーでしたが枠に行きません。素晴らしいキックでしたが、さすがにコーナーを狙うのは厳しかったと思います。ここで取り返します。試合を止めていた分、アディショナルタイムが1分追加されます。前半終了の笛が吹かれました。後半戦のキックオフです。前半はジュニアーズが1点リードして折り返しました。素晴らしいパス。ゴール。これで2点差。チームの強さが存分に発揮されています。ゴールを前にいいタイミングで蹴り込みましたね。このシュートはキーパーもお手上げでしょう。
ウ。噂になっていた大型遺跡ですが、クラブから正式な発表がありました。非常に潜在能力が高い選手ですが、それをどれだけ引き出せるかが肝心ですね。自信過剰になって身を持ち崩したりしない限り、このクラブを代表するスーパースターとなれるでしょう。ボールが前に運ばれてきました。どんな駆け引きを見せてくれるんでしょうか。ディフェンス陣のうまい連携で攻撃を止めます。一度自陣に引いて守りを固めています。ジュニア、ここしかない。ここは倒されました。決まるか。決まった。さらに追加点を挙げました。3点差です。この失点シーンですが、ペナルティーエリアの中で相手を自由にさせすぎですよね。もっと早めに潰しておけば防げていたんじゃないでしょうか。これは監督も怒っていると思います。さあ再びキックオフ。ジュニアーズのリードはこれで3点。ゲームを支配していると言ってもいいでしょう。ここで取られるわけにはいきませんが、高い位置でカットしました。プレスが効いています。ディフェンダーがブロックします。さあ来た。うまくタックルしましたね。ボックス内で仕事をさせません。これはパスミスでしょう。ボールは相手に渡ります。パウエ、ここは味方を使います。さあどうだ。ここでうまく対処します。豪快なシュートでしたが、これはポストの外か。選手の交代があるようです。マークを振り切った。オフサイドの判定です。ここで交代枠を使ってきます。
coming onto the pitch, number 15, Kane Hemmings. 試合終了まであと5分しかありません。パスが通った。ディフェンスが冷静に処理します。シュートの当たりが悪かった気がします。さあ残すと、ここで試合終了のホイッスル。チームはホームでサポーターに勝利を届け、勝ち点3も手にしています。誰も予想しなかった結果になりましたね。得点数がリーグワーストのチームが大差をつけての勝利です。これでチームの士気も上がるんじゃないでしょうか。Got time for just a few questions? That'll be all. Thank you so much.